家系御三家について簡単にご説明します。総本山、吉村屋さん、本木屋さん、六角屋さん、俗にこの3店舗のことを指します。本木屋さんは吉村屋2号店としてオープンをしたんですけれども、オープンから約2年で当時の店長は本木屋を去り、六角屋を立ち上げました。六角屋は吉村屋よりも醤油はマイルドで、豚骨感が前面に出てくるスープが特徴的で、独特の獣臭も感じられます。六角屋は1988年に横浜六角橋にオープンし人気店となりましたが、2020年に結局破産しました。現在は戸塚店のみが営業中です。洞窟屋社長永井氏は六角屋のご出身なので、六角屋を感じることができる人気の家系ラーメン店となっております。アクセスは JR 京王井の頭線の吉祥寺駅から徒歩約2分ほどとなっており、大変便利です。どうもガブリエルです。今日はですね、洞窟屋さんに来ました。六角屋姉妹店さんということで、どんな味か試してみたいと思います。では1999年に永井社長は吉祥寺武蔵屋を藤崎氏と共に開業、2003年に独立してオープンさせたのが洞窟屋さんです。現在は3代目店主の山本氏がお店を運営しております。ツイッターも要チェックです。入店。着弾。いざ実食。ごっつぁんでした。はい、洞窟屋さんで食べてきました。めちゃくちゃうまかったです。やっぱりあの六角屋さんの姉妹店というのがすごく出てまして、豚骨のクリーミーさを全面に感じました。また行きたいと思います。ありがとうございました。
ガブチャンネル、よろしゅう、よろしゅう。ガブチャンネル、よろしゅう、よろしゅう。ガブチャンネル、よろしゅう、よろしゅう。